藤井フミヤ落語家、笑福亭鶴瓶、72、が28日放送の NHK、鶴瓶の家族に乾杯、月曜あと 7.57 に出演。歌手、藤井フミヤ、62、と岡山、備前市で、ぶっつけ本番旅に挑んだ。ロケ先で、藤井が NHK の鶴瓶に乾杯っていう番組で、と説明すると、広島局の小野文アナウンサー、56は、また、鶴瓶は間違ってるやん。さっき、ずっと言ってたやん。家族に乾杯って、どっか抜けてきたやんと苦笑していた。小野アナは、広島県出身で1992年に NHK に入局。山口局から東京アナウンス室へ移動し、ガッテンの司会を務めた。22年4月に広島局に移動したが、家族に乾杯には引き続き出演している。笑福亭鶴瓶、笑福亭、鶴瓶、本名、鶴が学ぶ。1951、昭和26年12月23日生まれ。大阪市出身、京都産業大を中退後の72年、6代目、笑福亭松鶴に入門。70年代から俳優としても活躍し、映画は、母べえ、ディアドクター、弟など。80年代から、笑っていいとも、で、タレントとしても、頭角を現す。74年に結婚した夫人との間に一男数め、長男は、俳優、駿河太郎。藤井フミヤ、藤井、フミヤ本名、藤井フミヤ。1962、昭和37年7月11日生まれ、福岡県出身。83年、チェッカーズのボーカルとして、ギザギザハートの子守歌でデビュー。涙のリクエストなどが大ヒット。92年に解散後、93年にトゥルーラブでソロデビュー。アーティストとしてニューヨークやパリで個展を開催したほか俳優としても活動。